足川駅は山梨県西八代組市川三里町上野にある東海旅客鉄道見延線の駅である。昭和2年上野村議会は村内に駅を設置することを希望し、昭和3年度から昭和7年度まで富士見延鉄道に対し毎年寄付をすることを決議した。単式ホーム1面1線のみを有する地上駅。線路は南西から北東に走りホームは、 線路の北西側にある。ホームの中ほどに1997年に、旧木造から改築された待合所が設けられており、ここから外に出る。開業当初からの無人駅で、駅舎は設けられていない。駅前に水仙の公衆と入れあり、南甲府駅管理、1日平均乗車人員は以下の通りとなっている。隣の階上の駅とともに、 町内の三鷹地区の中心集落上野にある。海上野駅と東駅は線路のキロ数にしてわずか1.1キロしか離れておらず、そのほぼ中間にある旧三鷹町の中心部にはどちらからも500メートル程度の距離となっている。三延線の線路は東駅の市川元町方120メートルほどのところで足川を鉄橋で渡るが、東駅名はこの川に由来していると言われている。 足川は東駅の北西1トルほどのところで笛吹川に注ぐが、その笛吹川もやがて、富士川に交流する。東駅から県道を3 0 0ルほど歩いて、足川を渡るとそこは、市川の市街地である。身延線の線路も東駅を出て、足川を渡ると、市川大門駅の付近まで市川の市街地に沿って、進んでいる。当駅近くの県道36号線沿いに、 市川三里町コミュニティバスの足川駅、入口バス停留所がある。ありがとうございます。